角丸枝野さんが代表。日本経済新聞2020年9月10日。合流新党名は、立憲民主党代表に、枝野、おめでとう。記事に行く前に、枝野もティグレやってね。2016年1月27日、ティグレフォーラム、2016年新春の集い、本部東京開催。で、写真が載ってたわ。維新の馬場伸幸と谷畑隆、そして枝野幸男、自民党からは中川雅治、公明党からは北川和夫。ちなみに昨日、菅直人もティグレやで、ティグレフォーラム調べてみたら、2007年新春の集い東京開催。ここでも公明党の北川和夫がいて、自民党からは平沢勝栄がおって、民主党代表代行として菅直人、この時は参議院議員やってな。そして社民党時代の辻元清美で、ティグレの顧問として田辺誠が出とって、中締めの挨拶しとんねんけど、田辺誠がやな、あの捏造の中国の南京捏造大虐殺記念館の建設を要請したおっさんで、包丁北朝鮮行って、金ちゃんじいさん、金日成と金丸信と田辺誠が仲良3人で写真撮っとるわ。当然旧社会党社会主義インターナショナルのやつで、平壌をパレードする田辺誠社会党書記長っていう写真が残ってねん。日暮れになる前は大阪中小企業連合会で、上田匠っていうのが創設者なんやけど、上田匠がくせ者で、一番最初日本共産党に所属しててんね。日本共産党って中国共産党と同じ組織、コミンテルンって言われている国際共産党の一支部やねんけど、その後日本の声っていうのに移ってんけど、これも共産党系やねん。日本の声は親ソ反中共の左翼党派、ソ連大好きでも中国共産党は嫌いよっていう政党、ソ連派。そして日本社会党に移った。社会党は国際組織の社会主義インターナショナルやねんけど、コミンテルンって言われている国際共産党と社会主義インターナショナルはそもそも同じ組織やってん。分裂して別々になってん。だから非常に恐ろしい。マルクソ、上田匠の秘書をやっていたのが維新の谷畑隆やってんけど、ティグレの顧問やってんねんな。上田匠は部落解放同盟委員長やって、人権中小企業国際交流の上田匠を売りにしていたこともあって、差別がなくなったら飯の食い上げだと発言していたこともあるやって、そういう人が作ったティグレフォーラム維新はクリーンないい政党みたいに思ってる人多いですけど、根底ティグレやからな北朝鮮のナンバー2蔡龍会とお友達の辻元清美らとパーティーに出席できる人たち、なんか怖い。記事紹介してませんでしたね。立憲民主党、国民民主党、両党などが作る合流新党に参加する国会議員は10日の代表選で新党名を立憲民主党に決めた。代表に立憲民主党の角丸枝野幸男を選出した。15日に決闘大会を開く。合流新党には衆院106人、参院43人の計149人が参加し、野党第一党となる。あー怖い。記事は以下割愛しますが、国民民主党の玉木雄一郎ら14人は参加せず、別の新党を立ち上げるんやって。また国民民主党が生まれるのかしら。角丸枝野さん、夕刊富士ザクザク、2014年10月30日。安倍首相、衆院予算委で、枝野とバトル、角丸発言まで飛び出しっていう記事がございまして、枝野は左翼過激派、角丸派が浸透している団体から献金を受けていったよと。で、安倍首相は枝野に殺人や強盗や窃盗や盗聴を行った角丸派活動家が影響力を行使しうる、指導的立場に浸透していると見られる団体から、枝野は約800万円の献金を受けていた。と指摘されて、タジタジになってたよ。まあ、せいぜい頑張ってください。あの、悪夢の現実地獄の民主党政権は忘れへんで。民主党は、
社会党の連中が紛れ込んどる社会主義インターナショナルという国際組織の恐ろしい連中がおる。社会主義インターナショナルはコミンテルン、国際共産党とそもそもは同じ組織やった。革丸っていうのは正式名称、日本革命的共産主義者同盟、革命的マルクス主義派で、枝野幸男が若い時は前原誠二や原口和弘らと頑張ろう日本国民協議会ってところに出入りしててんけど、これが恐ろしい団体で、新左翼党派マルクス主義青年同盟の後進、主張は新保守主義、保守やって、インターネットや SNS で日本人であるならば保守でないといけないなんて洗脳が行われていますが、保守ほどきな臭いものはないって私は敬遠しているんですね。保守論客とか言うてる人たちって韓国の宗教団体、統一教会系、今は名前ロンダリングして家族連合っていう名前に変わっておりますが、壺売り、賃売り、霊感商法、合同結婚式でおなじみになってしもたかな。何しか韓国の新興宗教がやっている世界日報、セニチクラブ、ビューポイントで活躍している人たちや。彼らは他人を攻撃するとき、保守のくせにとか言うてるけど、いや、あんなんと一緒になりたくないなって、私は保守というカテゴリーに入れられるのがめっちゃ嫌やねんけど、あなたがごく普通の有権者、ごく普通の日本人であるならば、この人たちって何やねんやろってあらゆる角度から観察してみるのがいいです。入ってくる情報を何でも鵜呑みにせず、これは騙し絵かもしれないと思って見てると、綺麗なお姉さんや思ったらおばあさんが出てきたり、民主党に一度やらせてみたらとんでもないことになったでしょ。旧民主党の連中と維新は気ぐれってご紹介しましたが、自民党にもいっぱいおんのよ、気ぐれの人。石破茂も会費払ってたから会員みたいやで。松川るいとか、大阪4区の中山康秀、兵庫9区の西村康稔、それでも残念ながら私たちには自民党しかないねん。とにかく立憲民主党の連中は国民民主党の連中もやけど、労働組合の組織票で送り込まれてくんねん。労働組合は労働者のための組織ではなく国際組織、万国の労働者よ団結せよ言うて、各企業で労働組合を作るときにオルガナイザーっていうちょっとこわもてのおっさんや兄ちゃんを送り込まれて作られとるから、昔々クソ投げ、ヘビ投げとかやっとってんで。とにかく日本の選挙は、多分世界各国の選挙もそうやねんやろけど、労働組合の組織票で送られてくる残念な奴らを国会に送り込まれないように、そし人を選ぶのではなく政党を選ぶしかないと思うのよ。革命なんて嫌やろ。